今日は息を呑む美貌の持ち主である第4世代のアイドルグループのメンバーを紹介します。エスパ・カリナ。カリナは SM エンターテイメントが望むエスパの理想的なビジュアルの持ち主だったんだな。実力もビジュアルも完璧。数多くの女性アイドルを見てきたが、こんなバーチャル的な雰囲気をまとったアイドルは初めてで驚きを隠せない。とにかく美しい。歴代ガールズグループ史上最強のビジュアルがまた誕生したな。カリナのビジュアルにどんどんハマっていく、など彼女の美しさに対する称賛コメントが多く寄せられています。カリナがエスパとしてデビューした後、 AI 系という流行語が誕生するなど、その人並み外れた完璧なビジュアルで多くの人から愛されています。うずらの卵と例えられる小さい顔、すらりとした体型、長い足から憧れの体型を持った女性芸能人のうちの一人として必ず話題に上がります。アイブ・ウォニョン。アイズワンの時から可愛らしく爽やかな見た目と、そしてそれに相反する高い身長で注目を集めているウォニョン。アイズワンとしてデビューした当初は幼さが残っている可愛らしい姿が印象的でしたが、アイブとして再びデビューしたウォニョンはより洗練され、ディズニープリンセスのような雰囲気を醸し出しています。その弾けるような正統派アイドルらしい風貌に対し、10代から20代前半の年代から最も憧れるビジュアルの持ち主だという声が特に多く伝えられています。イッチ・ユナ。 JYP 所属のガールズグループで末っ子メンバーのユナ。みずみずしい見た目で少女漫画に出てくるキャラクターのように、大きくまん丸な目が魅力のポイントです。ユナが上目遣いをすると、子猫が甘えている姿を見ているかのような感覚に陥ります。過去にはフロアボールの選手として活躍したことがあり、身長が高くバランスよく筋肉がついているため、健康的でナチュラルな美しさを持っているとの称賛の声が多く寄せられました。ミス A の筋、TWICE のツーイのように末っ子で高い身長の持ち主ですが、他のグループの物静かな末っ子とは違い、活発な性格の持ち主です。ステイシー・セウン。ステイシーのビジュアル担当セウン。透明感のある白い肌から北極キツネとよく例えられ、その愛らしく品のあるビジュアルからお姫様や大企業の社長のご令嬢とも例えて言われることが多々あります。そして笑うと朗らかで愛らしい姿を見せてくれます。歩く芸術作品と例えられるくらいに華やかで柔らかな雰囲気のセウンは、元の顔出しの良さを生かすようナチュラルなメイクをしていることが多いようです。最近では新たにヘアスタイルをセミロングに変え、あまりにもよく似合っているため、もっと早くこの髪型にすればよかったのにとファンはつぶやいているそうです。 G アイドルミヨン。その涼しげな歌声のように美しいビジュアルの持ち主ミヨン。大きな目とエベレスト級に高い鼻を持ち合わせた正統派美人です。奥ゆかしく優雅なオーラから名作映画の中に出てくるような古典的な美人といった雰囲気を感じ取ることができます。特に高く尖った美しい鼻のラインはファンの中では有名です。プロミスナイン・ナギョン。洗練され品のある第一印象とは違い、表情、言葉遣い、行動から天性の可愛さがにじみ出るナギョン。小さい紙ナプキンをかざすと顎から眉毛まで隠れてしまうほど顔が小さく、身長も160センチとミニサイズのメンバーです。ところが体全体の比率がいいため、一人で撮影されるときには身長が高く見られがちです。ナギョンは自ら、私はセクシーなのと言っていますが、判断は皆さんにお任せします。ルーナ・ヒジン。ルーナではほとんどの曲の導入パートを担当することが多いヒジン。ウサギのような愛らしい見た目に清楚な印象も加わり、人気を集めています。白い肌とエキゾチックなビジュアルで、会社でロシアと韓国人のハーフだという冗談のような噂が流れたこともあります。余談ですが、ヒジンは実際にブラジルで何ヶ月か住んだことがあるそうですよ。ウーア・ナナ。猫を彷彿とさせる美しい見た目でグループのビジュアル担当となっているナナ。ビジュアルだけでなく、アイドルに必要な要素を全て兼ね備えている軽部なメンバーです。しかしたった一つファンが残念に思っていることがあります。それは自撮りスキルが不足しているという点です。自撮りするときより他の人に撮ってもらった方が素敵に写っているのは有名な話です。ウィークリー・ジョア。2021年フォーブスコリアによるビジュアルクイーン投票の女性アイドル部門8位を獲得し、ワンザ K が実施したガールズグループのジャイアントベイビー特集でウォニョン、ツイ、ユナと共に選定されたジョア。
およそ172センチという長身の末っ子メンバーで、2005年生まれという事実に多くの人を驚かせました。同年代のアイドルにはケプラーのイエソがいます。可愛らしく品のある見た目ですが、愛嬌いっぱいの末っ子でありながらも周りへの気配りも忘れないしっかり者の性格だそうです。ロケットパンチ4人。ロケットパンチの愛されキャラ4リーダー。可愛らしい外見とともにリーダーでありながらも愛嬌担当として人気を博していますが、完璧なプロポーションと鍛えられた体のギャップに驚かされます。幼い頃に 4,5 年間陸上競技のショートトラックの選手として活躍しており、全国大会に出場し決勝戦まで勝ち進んだ期待の星でしたが、母に選手活動の継続を引き止められ辞めることになったそうです。ヨニのお母さんのおかげでこうしてアイドルとして彼女と出会うことができましたね。ヨニが練習生の時、洋服を買いに行った先で、セクシーな感じか清楚な感じかどちらが似合うと思う？と聞いたところ、ほとんどの店員さんは清楚系が似合うと答えたそうですが、皆さんにとってヨニは清楚なイメージですか？それともセクシーなイメージですか？ビリー月。ミスティックストーリーの練習生として公開されるや否や、その美しいビジュアルで話題を集めた月。明るい瞳の色とウサギや猫を彷彿とさせる見た目で、ファンからは月ウサギと呼ばれています。インスタライブでは、IVE のウォニョンに会った時を思い出しながら、ものすごく美人だと絶賛する可愛い一面も見せてくれました。パープルキスユキ。正式にデビューする前からすでに K-POP ファンの中では、あの可愛い子は誰？と注目を集めていたユキ。様々なコンセプトを素晴らしい速度で自分のものにしていく才能の持ち主です。デビュー曲の予告動画ではセクシーで力強い女性を表現し、 Can We Talk Again では清純で儚げな姿を披露してくれました。ユキの高貴な雰囲気に、財閥ドラマのヒロインのようだという称賛の声が寄せられたことがあります。中学生の頃のユキはパッツン前髪で可愛らしい雰囲気でしたが、いつの日かその時のように前髪を下ろした、また違った雰囲気の彼女も見てみたいですね。ケプラー・シャオティン。ガールズプラネットククで登場し、その美しいビジュアルで多くの話題を集めたシャオティン。身長が高く華やかなビジュアルの正統派美女です。とある番組でシャオティンの目の大きさを測ったところ、目の縦幅は2センチと、その大きさに多くの人が驚きました。時にははっきりとした顔立ちとともに、蛇を彷彿とさせる強烈なイメージを表現し、またフェイトで披露したように淡い雰囲気も表現し、多様な姿を見せてくれました。特にガールズプラネットで披露してくれたアナザードリームでの姿は、ファンから天女のようだと大きな称賛を受けました。これからケプラでどのような姿を見せてくれるのか、とても楽しみですね。 JYPN ソリュン。まだデビューはしていませんが、すでにその美貌で注目を集めている JYPN のソリュン。子犬のような清楚なビジュアルで大きな話題となっています。ソリュンの過去の写真が公開されるや、幼い頃から時を経ても美しさを崩さず素敵に成長していると言われるほど、幼少期にはすでに美しいビジュアルが完成されていました。2月にデビューを控えている JYPN ソリュン。どのようなコンセプトで K-POP ファンを驚かせてくれるのか期待大ですね。今日は最強のビジュアルを誇る第4世代ガールズグループのメンバーに関して紹介しました。それでは次の動画でお会いしましょう。